かれるのは辛いですね。辛いですね。おはようさん、おはよう、ハロウィーン。もうハロウィーンがいっぱいだ。おはようサンフランシスコ。おはかな、おはよう、1個目の結婚。じゃねん。おはようちゃん、なんでやねん。おはよう、ハロウィーン。おはようちゃん、なんでやねん。おはよう、ハロウィーン。おはよう。おい、何食べるの、ず何食べようかなって昨日ね、メールでも、昨日メール届くの早くて、皆さんの返信がもう届いてみたんですけど、大喜利皆さんしてくれてて面白かったですよ。ハロハロウィーン、お目覚めいかが。お目覚め今日はグググ。お仕事行ってきます。いってらっしゃい。ヤホマルヨンちゃん、なんでやねん。好きだわさ、かのこちらこそだわさ、こちらこそだわさ。はい、ヨンちゃん、なんでやねん。リスさん、コロコロありがとうございます。おはよう、今日もかわいい、ありがとう。お、16大徳さん、お、初見さん、ありがとうございます。愛知県出身、17歳のさんちゃんこと奏でる音と書いて、沢田かのんです。ペコリゴン、ハロハロウィーン。16大徳さん、ありがとうございます。ツイッター載せたで、だってありがとうだぜ、嬉しいぜ。リスさん、コロコロありがとうございます。おほん、あ、今日はほののさんのお誕生日、お、お祝いをしましょう。それではどこかな、あった、いきます。ハッピーバースデーほののさん、ハッピーバースデーほののさん、ハッピーバースデーディアほののさん、ハッピーバースデーほののさん、おめでとう。さあ、おめでとうございます。ハロハロウィーン、はよ、またね、ピエン。シャホイ、おはよう。リスさん、コロコロありがとうございます。おはよう、シャワだ。泣くよ、ウグイス、ハロハロウィン。ウグイス、ハロハロウィンはちょっとびっくりだな。ハロハロウグイス、ウグイスって本当はどうやって泣くんだっけ。ホーホーケキは誰だっけ。おはようございます。クリガツン、寒いですね。ほっこり温まってください。ほっこり配信にしよう、今日は。ほっこり配信、いい感じ。感じは感じ、ありがとうございます。おはよう、ペコリペコリゴン。今から仕事行きます。気合い入れてください。 OK です。せーの、キャラ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 、おい、頑張ってください。入りましたか。ペコリゴン、おめでとうございます。お誕生日、ハロハロウィーン。ツイッター見たよ、テレテレが高速しかやってくれないから、プンプンみたいなのじゃない、テレテレおめでとうございます。お話ししたこと、ほののさんとお話ししたことありますね。アンダーでもご一緒させていただいたし、ほののさんはすごいこう、あのね、うん、すごいなんかこう言い方が難しいな、フレンドリーっていうか、すごいほののさんの方からもなんかあったらこう話、結構別になんてことないことなんですけど話してくれたりするので、結構いろんな、いろんな、なんていうんですか、すごい話した、話しかけてくれたって感じですね。おめでとうございます。16大徳さん、ありがとうございます。お、初見さん、愛知県出身、17歳のさんちゃんこと奏でる音と書いて、そうだかのんです。ペコリゴン、チャプイチャプイ、あ、懐かしい。ほうほじきょ、ちょっと下手くそだね下手くそだねやってみたくなったんだけど、ほっこりほっこり、ほこほこ、おはようございます。ペコリゴン、おはようございます。本当に俺のツイッター見ないなら、もうのせい、見たよ、間違えちゃったかな、
でもどこかで言ってたよね。メール、うん、寒いのに嫌いだと言われ嫌いじゃないよ平安、うん、なんて読めばいいの。パラシュートの日、図鑑の日、キャットリボン、キャットリボン、もうおはよう、おはよう、ハロハロウィン、よんちゃんなんてねん、おはよう。12月並みの寒さなのに、もう12月並みなの、もうめちゃめちゃ寒い。秋はどこ行っちゃったのって感じだよね。あんこの日、ドリップコーヒーの日、おはよう、さっちゃん、おはよう。2個乗せたよ、だって。ちゃんと見ますちゃんと見ます。おはよう、おはよう、さんちゃん、お久しぶりでございます。どうもどうも、お久しぶりですか。そんなことないですよ。ハロハロウィン、おはようさん、ヘコリペコリゴン、噛んじゃう噛んじゃう。んほののさんの、ほののはって喋り方が楽しい。ほののは、ほののだっけ、ほのはだよね、間違えちゃった、自分が。ほのは、みっさん、コロコロありがとうございます。ハロハロウィーン、ウグイスの研究生がいるの、ウグイスの研究生、うまく泣けない研究生、新人ウグイスさんおはよう、お疲れ様です。どうも、おはよう、ニキちゃんに挨拶は不要だよ。今ここにニキちゃんが、メイクさんにも、あ、なんかできてるねって言って、まあ、いつも素敵ですね、ありがとう。素敵な一日になりますように。ハロハロウィン、昨日ネイルナンバー1185、そうなんです、いいやっこでした、グッド。ハロハロウィン、おはよう、早起きてじ配信お疲れ様です、おはようございます、どうも、おはようございます。です、フロリダ31度ですよ、毎日ねえ、もうちょっとかっても暖かくていいんですよ、こっちは寒すぎる。もうね、トレーナー着て中には黒いの着ました。ヒートテックではないかもだけど。あの、ハロウィン、おはよう、おはよう、だるまちゃんがコールだ、ありがとうございます。いいやっこを作ろう、カノンバック、お、カノンバックバック面白いね。いいやっこ作ろうで、皆さん覚えてください。だるまちゃん、ありがとうございます。おはよう、お時間と管理ありがとうございます。おはよう、おはようございます。12月、12月のカンガルー、来週平年並みになるらしいから、秋楽しみましょう。あ、戻るの戻ってきたの。お嬢目覚め、みかんお届け、ありがとうございます。みかん、ほのの、ほのの、井上さん夜配信初日歌ってたよ。お、初日なんてしてなんかなんなかなな、平安セント悪用グイス、平安今日のボケを解説するのそれごめんちゃい、今日はやっとお濃い抹茶アイス食べれました。だっていいですね、ツイッターにもありましたね、食べたいですね。収穫来年やね、だってそうなの。朝家事をするとスカイテが冷え切るし、もうね、氷水が出てるんじゃないかって思ったよね。そう、冷たい方だぞ。おはよう、みきちゃんの配信見れてなかったらから、みきちゃん見れてよかった。あら、みきちゃん見れなかったの、うん、見に来てくれてありがとう。今日もかいかのちゃん、おはよう、ありがとう。今日唇のね、色がね、あんまりない、うん、ヒートテック姉妹、ヒートテック姉妹、ヒートテックはやっぱ必需品だよね。ハロハロウィン、たまたまみおちゃんの配信のこと
だからカノンは追いついた。もうミオちゃん毎回の配信で言ってないか。そう、配信するために皆さんからカノンはって言ってたよって。明日で中期生始めましてから2年だけど、カノンさん17なんでしたっけ。あ、1日遅れ、何が、何がかな。カノンさんツイッターに新しい幼い頃の写真が、お、なんちゃってポーズ。カノンバックは DD さらし首です。そんなことしません。そんなことしません。5分前の12巻楽しんでよかった、うん、そんなことしないですよ、残酷な。おはようさんちゃん、カノンさんならカノンカノンでしょうか。おお、そうですね、カノンカノン。さらし、なんで笑ってるんですか。仙台からおはようございます、おはようございます。これかな、おはようございます、おはよう、なんて読めばいいんですか、これ。おはよう、16大徳さんありがとう、ハロハロミありがとう、歴史ドリルボン、シュッ、いやん。松屋のうなぎ食べた、肉厚でした。おい、うなぎね、うなぎ食べたいです。今日も北海道からごじのんちゃ、 Thank you。 カノンのギャグみたいにごっかんですね。だってカノンのギャグ、カノンのギャグはもうごっかんですね。もうブルブルものですよ。カノンちゃんおはよう、今日も女神のような可愛さです。いやー、そんなことは全然ないですよ。ありがとう。ハロハロウィン。伝わらないので、どういうこと。十六代徳さんありがとうございます。ヤッコハミの人生の色が、ヤッコハミには人生の色がありません。なんでやねん、どういうこと、なんでやねん。僕たちは色は言いたい、カノン水のスポーツ用品の発熱するシャツ、ブレスサーも買ってくださいだって。すごい暖かい、暖かそうな感じですね。カノンも欲しいです、スポーツ用品の発熱するシャツ。へえ、いいですね、いいですね、暖かくしてましょう皆さん。ビッグハットポーズありがとうございます。タラマちゃんが転んだ、ありがとうございます。にくい、よし、そうなんですか。カノンちょっと着たことがないのでわからないんですけど、どんどんね新しいのが出てくるんだろうね、そういう発熱性の。前の配信どういうことやねん、どういうこと。体育祭はないですね、体育祭はないです、通信。首を切る手伝い、うわー、ダメですよ、そんな怖いこと言っちゃ。初日は OK の右チャンネルずっと鳴ってチッ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 って効果音が気になる。そうなの。星になってる、星になってる。アドバリオさん、お、ビギナーさんありがとうございます。ハロハロウィン。愛知県出身17歳のさんちゃんことかなんでろと書いて、サンタクノンです。ペクリゴン。おはよう。ボン。ボン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 。ニキちゃんじゃないよ、さんちゃんだよ。おはよう。に、カウントかな？はやかさん大丈夫？ねえ、なんか言ってましたね、はやかちゃん。生みたいな感じならしいので、はい、頑張って、あやかちゃん。炎も欲しいですって聞こえた、炎も、カノンも欲しいです。おはようさんちゃん、ハロハロウィン。はやかちゃんのラジオ聞けるかな、はじめまして、なんでやねん。おいきさんの次の研究生公演いつなの、知ってるんでしょ、教えてよ。どういうこと、 24はもう出てるよ。りかちゃんの生誕祭、はじめまして、なんでやねん。押すよ押すよ、押されるよ押されるよ。ピコリゴン、感じは感じは、ありがとうございます。ピコリゴン、
ゴリ一番可愛いカノン、ありがとう、おはよう。ワークマン 100% ウール生地の温か、何もいいらしいです。もう詳しいですね皆さんね、いろいろね。カノンさんはもう詳しくないので、ヒートテックしか知らなかったです今まで。日曜日サンチャンラジオあるの、だって。日曜日公演かな、日曜日、今日金曜日20日公演ですね。なのでできないです、残念ながら。ハロハロウィーン、今日星座は4位、楽しい結果が決まる予感、用事は早めに片付けよう、だって。用事って何のこと、課題のこと、嫌だよそんなの。はやかちゃん下北でもバンサー、バンサー、そうそうバンみたいな、大変だよ。ラッキーポイントは全粒粉クッキー、めっちゃ好きだと思う、あの全粒粉とかそういう系大好き。16大徳さんありがとうございます。スタントマン、前にマネージャーさんに呼ばれた、そのことか、どうだろうね。どうだろうね。283日ありがとうございます。コメント追いつくだって。お、今日順調、延期になってた生誕祭ラッシュが続く、そうですね、生誕祭、生誕祭、もう心が毎回感動で大変ですよね。下北の FM イスキーギフィティユッチ以来だったような曲、また出演フェア出ますように、カノさんも出れますように、極端、なるべくあったかいの。でもね、あの何、リハーサルとかダンスのレッスンとかの時に着てたら超暑いじゃないですか。なのでなんかレッスンに行って脱ぐのがめんどくさいから、結局着ないっていうことになっちゃうことが多いですね、レッスンが続く時は。260、280、233日、 Thank you、おはよう、エッドプイーリカズバン、ありがとうございます、ありがとう、さんちゃん、また聞いて、さんちゃん、日曜日公演です、ハズレだとか覚えてなかった、見てね、ピカチュアの生誕祭、ピカチュア、カノンちゃん優しいかとよく言わんけど、ニキちゃん呼びマジ嫌そうだかとか、いいっすよ。でもね、最近ニキちゃんが少なくなってきたんで、新しい呼び名を考えたらいいかなって思います。にきちゃんはね、ちょっとお肌の調子が改善しつつあるんですよ。おめでとうございます、かのんさん。占いは食べ物だけで採用するかのんさん、そんなことない、そんなことないよ。おはこんばんちゃ、初見です、なんで、あ、なんでやねんじゃなかった、本当にリハル初見さん、ありがとうございます。愛知県出身、17歳のさんちゃんこと奏でる音と書いて、沢田香音です、ペコリゴン。下北の FM 見に行ったけどコロナで見えなくなった、あら、見に行けるの、123ちゃん、すーちゃん生誕祭当たりますように、だって。どうなるかな、日曜日の次の公演いつ、それはまだね、出てないでしょ。昨日の2分間 MC やみくるちゃんだったり、3ヶ月ぶりだったから改めてご紹介して、おほほ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 ほ、3ヶ月ぶり、カノンは何ヶ月ぶりなんだろうね、もし次出たら、まあ伸びてくだけだけど、出なかったら、さんちゃんソロピアノ発表会が見て、さんちゃんソロピアノ、ピアノはね全然まだまだよ、カノンさん。リスさんコロコロ、お、ケーキが美味しそう、ケーキ食べたい。今もう何にも考えなくて、もういい、これなんかちょっと太っちゃうからとか考えなくて、ケーキをバクバク食べたいです。なんちゃってポーズまたまたありがとうと。ではお仕事行ってまいるぞ、だって、行ってまいるぞ、ほいとーん、頑張ってね、ハロハロウィン、お肌変えた、あ、おめでとう、ありがとうございます。ペコリがツン、噛んじゃう噛んじゃう、ペコリペコリ、なんでやねんって、なんでやねんなんでやねん、ミキちゃんも少なくなるの、ミキちゃんは一人で、ミキちゃんじゃない、カノンはニキちゃん、
仕事行ってきます、頑張ってください。コーディが、あ、な、どうして、大丈夫か、ハロハロウィン、初見大好き常連にやってきっとにあしら戦うんです、これがなんでやねん、違いますよ、みんなみんなに丁寧に大切にです、綺麗だよ、だってありがとうございます、嬉しいですね、本当にハロハロウィンありがとうございます。ちなみに私はかのんちゃん誕生日が3日違いで5月9日です。あ、そうなんですね、5月9日じゃあまだまだですね、またね、誕生日はね、ここに残る、あんなに噴火虫、こんなに噴火虫、次もしね、あんたは何やろうかね、大喜利書いたけどかのんさん手首細いよね、だって本当、あ、じゃあそれまだ来てないよ、返信メールまだ見てない、今日の朝読んだんですけど、着てるのと着てないのがあったかもしれない、おはよう、綺麗だよ、ありがとう、ハロハロウィンありがとう、なかちゃんが配信で11月の公演の日程がもうメールで送られてきて、草って草草言ってたよ、どういうこと、11月の公演の日程がもうメールで送られてきてて、送られてきて草って言ってたの、面白かったのかな、何か、くしゃ、ハロハロウィーン、ミスさんコロコロありがとうございます、昨日ローソンの台湾が捨てなかったから今日食べます、ずるいずるいずるい、ハロハロウィーン、おはよう心に残るあまり仲良し講座に深い虫劇場版コロナ対策さん、はい、あ、やりましたね、仕事行ってらっしゃい、頑張って、おはよんちゃん、なんでやねん、おはよう、彼女おはよう、だっておはよう、冷たくから嫌われるの好きだから大丈夫よ、だって大丈夫なの、ミニちゃんなんでやねん、マクドにいるけどちゃんかくチョコパイ、彼女ちゃんいる、あー欲しいよ、今度2分間虫は一瞬エリシャでフラサップをして歌を歌うんじゃね、事故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 、2分間虫になっちゃう、なんかちゃん草を多用するらしいで、あ、そうなんですか、草って草草草草草草、フリー枠の実施室に遊びに来てください、ほほほ、おはよう、アロンちゃんおはよう、なんで泣いてるのピン、ミオちゃんカロンちゃんも着替えが遅いって言ってた、そう、ミオちゃんとカノンが毎回最後に残るんです、舞台裏で、あの着替える時、あのね、渚から渚の衣装からアンコールのクラップ T シャツに着替える時、毎回カノンとミオちゃんは残ります、着替える部屋にみんな待ってって言いながら頑張って着替えます、そうで、あの着替えるんですけど、でもその2人が早着替えなんですよだからもう早着替えはもう必死よ、もうめちゃめちゃもう2人でやばいやばいみたいな感じになってる時もある、でもそれもないな、本当にやばい時はもう無言でみんなパパパパパパって着替えて吸っていきます、みゆちゃん独占、そしそし、主言さんありがとうございます、おはよう、愛知県出身17歳のさんちゃんことかなでよと書いて、沢田かのんです、ぺこりごん、はよんちゃんなんでやねん、ちっこと伝説は紙一重っていうか、そうですね、逆に着替えるの早いのは誰、え、誰だろう、みずきちゃん、みずきちゃんはね、あの着替えた衣装をハンガーにかけるところまでできちゃうので早いんじゃないでしょうか、うん、どこ行っちゃったかな、コメント開いとくわ、だってバビアン大変だ、ダメじゃん、だってここのリスナーさんよく来てくる、あ、そうなの、リスナーさん、じゃあコファミリー株式発表、先日沢田かの一人称事故が2分間もし配信します
大変だそれは。そんなことになってはいけない。早着替えは得意な人、そうでない人分かれてそう。カノも得意じゃないです。ペコリゴン三角チョコ 前にレンジで温めて食べたらチョコがドロドロになりたいでやりました。もうさ、あのただでさえトロトロのものをさらにドロドロになっちゃったって感じ。でも美味しそうですよね。なんかカノちゃんもなんか可愛いなと思って、そんなカノちゃんもだった、そんなカノちゃんもなんか可愛いなと思っちゃった。ピコリがと早着替えの達人です。そう、綺麗にハンガーまでかけていけます。みずきちゃんはピコリピコリがと感じを感じ、ありがとうございます。もう着替えるの諦めてそのままの衣装で出ちゃいない。一人だけめちゃめちゃ目立つじゃん。早着替えハプニングありそう。そう、前はねブーツが壊れちゃってみおちゃん出れないっていうハプニングがありましたね。みすーちゃんはテキパキしてるようにみおちゃんは言っていたよな。そうだよね、だから多分早いんだと思う。そうそうそう、石津さんゆっくりしてるイメージがあるけど、ね、あー雰囲気はねなんかすごいほんわかしてまったりっていうかゆっくり動いてそうなイメージあるね。でも結構早着替えとか早い、知らぬ間にもう着替えれてみんな行っちゃうんです。おはよう、着替えながらお弁当食べてるから遅いでしょ。だせ食べてないよ、やらかしてないよ。16大徳さんありがとうございます。質さんおっとりしてるイメージなんですか。まあ確かにイメージはそうなんですけど着替えるのは早いです。汗だくで着替えるのは本当に大変そう。そうですね、でもなんか逆に楽しくなる、楽しんでカノンを着替えてます。やばいやばいって言いながら楽しんで着替えてますんで、あの渚のイメージの衣装とかはここのねあの袖口が狭まってるんですよ。だからもう汗をかくと脱げなくて、脱げない脱げないって言ってよく言ってます衣装さんに、脱げません脱げない。ハロハロウィーン16代さんありがとうございます。呼び方石津ちゃんのりみずきちゃん、カノン、カノンはカノンはみずきちゃんの方がよく呼んでる。でも石津って呼んでみたいなことを、呼んでというか石津が定着してきて嬉しいみたいなことを言ってたので石津って呼びましょう。石津がうふなれないですね。おはよう。石津さんは着替えて芋を食べるため時間を確保するため早いのでは。芋食べてんのかな、あれ。カノンが知らない間にブーツ壊れるハプニングはあるあるな。そうですよね、靴を飛ばせる今だいず。マキコさんおはよう。衣装トラブル大変よね。そうですよね、おはよう。公園でスカート履き忘れてフリップパンで出ちゃった、あがたの先輩いたな。そう、それ誰も気づかなかったんですかね。それはちょっと衝撃的ですね。おはよう、着替えながら出川さんになって、うん、やばいよやばいよ、リアルガチにやばいよって言ってます。カノンちゃんだけ公演すべての位置を重ね着しちゃえば、もう雪だるまだよ最初そんなことしたら。ミレイちゃんの渚の衣装のブーツがきつくなったようにもう間違えてこけそうで、あーそうそう、なんか言ってたね。成長してますね、はい、成長したんですよきっと。育ち盛りだからそうなりますね。確かに、初めましてなんでやねん。渚のイメージからアンコールへの動線があるんです。はい、そうなんです。押します、押します、押されます、押されます。E 公演でも着替えエピソードありますか。あります。 E 公演は最初のあの重力シンパシーとかの次があのカラフルなみんなキラキラのやつにさ着替えるじゃないですか。でもあれは中に着てるわけですよ。だから舞台袖でバーって脱がなきゃいけないんですけれど、もうそれが毎回本当に大丈夫かな大丈夫かなって言ってドキドキしてます。初見さんありがとうございます。あ、さっきも いた初見さんだ。 SK は初めてです。埼玉県昇格待ってます。SK
初めて。嘘、嬉しい、ありがとうございます。スケイン、ソーダカノン、よろしくお願いします。そう、昇格頑張りますね。まだ公表できないのかな、中野サンプラザのコンサートにはまだ始まっていないのかな。あー、中野サンプラリハーサル、リハーサルはまだ始まってないです。これはあのいいんじゃない、そう、大丈夫だと思う、始まってないです。みくりちゃんは E のアンダーは出たこと、うん、ないと思う。早着替え含め公演楽しんでくれるメンバー、ほんま好き、かのちゃんのこと本当にすごい、全然ですよ、全然ですよ。もういかに安全に早着替えを終えて今君に間に合うか。朝晩冷え込んだら、遅れたらあれ歌えないですからね、頑張ってます。エゴジェンに石津さんって呼ばれてめっちゃ喜んでたね。お、石津さん、さんちゃん、なぎさの衣装はさんちゃん以外のでもう着ることがないので、卒業するとき持って帰って OK です。そうなんですか。水野さんは1ヶ月以内に靴に買い飛ばしました。すごいですね、それはもう素晴らしいですね。初見さん、あなた素晴らしいルームにいらっしゃいました、ようこそ。もうようこそお立ち寄りいただきましてありがとうございます。いらっしゃいますですね。昨日の生誕祭だったナッキーさんと話したことある。ナッキーさんとはなんかすごいいっぱい話したとかはあんまりないんですけれど、ナッキーさんは本当にあの素晴らしい、あの人の周りを見る力があって気遣いのできる素晴らしい先輩でございます。どこ行ったかな、へこり、着るのに手こずる衣装とか、着るのに手こずる衣装はなんだろうな、着るのに手こずる衣装はないかな。あ、ないっていうか、あ、E公演でだったらあのバラの儀式からの赤いドレス、あの衣装はあの手こずりますね。カノンはそれもまあ似たような感じなんですけど、基本的にあの袖のこうなんていうんですか、オフショルみたいになってるやつはよくあの間違えるんですけれど、どういうことかっていうと、衣装のこの肩だけ開いててここにひらひらついてるよとか、肩だけ開いててここからぷわってなんかついてるよみたいな袖があるよっていう衣装、想像つきますかね。そう、あの紐がついてるよとか、そういう衣装だとそのそれもこうそれも通さなきゃいけないんですよ、袖を。だけどあのそのひらひらとこっちの肩の方のやつの間に入れちゃうんで、この脇の下にひらひらが来てしまうっていうね、事件がよくありますね。それはすごくカノンさんにとっては着づらいっていうか、やっちまうことです。だからそうしちゃうと着直さなきゃいけないから大変だよね。十六大徳さん、ありがとうございます。フェスティバル公演のスカート大きいもんね、難しい、あー結構重いんでね、グッてこう取れたりするの大変ですよ。初見さん、カノンちゃん、だいたい朝7時から配信してます、引き続きよろしくお願いします。ピチ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 、カノンちゃんの顔ガン見してます、ガン見、おはようございます。カノンちゃんどうも、リスさんコロコロありがとうございます。サンちゃんのアンダーの姿も劇場で見ておきたいけど、見てほしいな。リスさんコロコロありがとうございます。初見さん、コメントで難しい漢字を使うときはぜひ振り返る、うん、めんどくさいなって思って逃げちゃわないから大丈夫かな。リスさんコロコロありがとうございます。今週最後の行ってきます、行ってらっしゃい、ファイト。ナッキー、昨日の挨拶卒業に合わせて寝汗っぽくてドキドキして励そうだな、どういうこと、ドキドキして励そうだった、あ、そっか、ドキドキだね。もうカロンちゃんのアンダーまだ友情で見れてないから見て、見てほしいな。あれそうだったっけ、あれなんかあれそうだったっけ。ハロハロウィーン、ありがとうございます。おはよう、汗とかで聞かれるのも大変そう、そう、汗すごいからね、カロンね。早く16人公演に戻ってほしい。8人公演だと
こまちゃん出てるとかタンポジが壁だから出れない、出れない、出れないね。はは、あ、そういうことね。カノンのポジションがアンダーがね、ふんふん、オフィシャル苦手案件が、そうです、そう、腕を通す場所間違えと脇がボーボーになって、脇がボーボーって言い方もちょっと恥ずかしいですけど、あのひらひらがね脇の下にあって、でも気づかないんですよね自分では、あんまり薄いやつとかだと薄ったくないよ。おはようさんちゃん、テレビブロスのミキのチキあったって大切にするね、だって大切にしてください、もう大切に大切にしちゃってくださいね。うーん、ミキちゃんと一緒にチェキ書いたんですよ。ひらひらが脇の脇毛じゃない、脇毛じゃ、公演は8人から増やしていい時期だとは思うけど慎重、いや慎重に行きましょうね。うーん、そういえば最近タブレットは違うところに置いたいのと、追加を週末に聞ける、んーとね、心から歌からは、あ、違う、タブレットは違うとこに置いちゃって、ここからあったからはまたちゃんとどっかで発表しますね。おはよう、一度間違えてきた状態で公園でずっとやっちまった映像で使われるね、確かにやっちまった映像になっちゃうね、それだけは避けたいですね。うーん、来たのルカさん、ひんひんやんくらへ、ルカさん配信見たいんですか。カノンさんが言えるかちょっとわかんないですが、ライオンのぬいぐるみあるの知らんか、あるよ、ずっとちゃんとあんな大きいのに、うーん、使ってないからな最近な。ミヤグリングアップ公演で間違えて恋のオーナーの衣装着て出てみてだって、大変だね。それは大変です、ダメです、気まぐれだから仕方ないですよ、だってリュカさん、リスさん、コロコロありがとうございます、ご実家のお家とかありがとうございます、みんなカノンちゃんは天使だから聞きもらえないし、お、なんて言った、星、おトイレ、おトイレは行かないとお腹当たるけどそんなことないですよ皆さん、おはよう、トイレ、え、どうなんだ、なんて、ググありがとうございます、ググググググ、そろそろマクドから会社へ移動すっか、いいな、マックにいたんだよね、いいな、あ、いいな、レインボースターありがとうございます、非公式チャンネルで、ね、カノンちゃんお嬢様だって噂して、違いますよ、全然お嬢様なんかじゃないです、レインボースターありがとうございます、ネガティンの配信見れるたらレア、おお、久しぶりにサンちゃんの金木犀聞いてみたいな、あ、いいですね金木犀、今日意外と時間がもうないんですよね、じゃあ金木犀準備してすぬちゃん作ってすぬちゃん挨拶来てみたいな、で金木犀歌って終わりましょう。マックからの出勤とかサンちゃんの配信見てからのいいですよね、いい朝ですよ、マック行ってからカノもマック行って、うん、お、公演は緊張しますか、頑張って、公演はね最近はね緊張はあんまりしなくなりました、でもこうポジションが変わった時とかは、はあ、どうしよう大丈夫かなって、それが緊張か、こうなんか皆さんがいて緊張とかはねなくなりましたね、こう間違えないように頑張ろうとかは思うけど、心配になることはあるけど緊張はしないです、
レアだね。うんうん。サンサンサンちゃん。お嬢様のイメージ。なんでだろうね。金木犀。もう金木犀終わっちゃうんじゃない？金木犀。前見た金木犀はね、もう花がついてるけどあまり匂いがしなくなってた。お嬢様でお姫様、名古屋城の天守閣に住んでます。はい、そうです。スナちゃんのシリーズ組み立てが、そうそうシリーズ組み立てがありますね。みおまるさんが大徳さんの撮影の感想で、かのんちゃんが演技上手って言ってた。嬉しい。ありがとうございます。でお伝えください。さっきスタバ行ってホワイトモカのベンティーサイズ買ってきました。美味しい美味しい。ずるいずるい。でもあれはちょっとね、本当にもう甘い甘さがめっちゃ美味しいの。めっちゃ美味しいけどもう悪魔のような甘さなんです。めっちゃ甘いのよそれは。ちょっとね、本当にびっくりするぐらい 甘かった。金木犀聞きながらお出かけします。今日もいい日で大好きやで、行ってき、行ってよ。大好きやで、大好きやで。おはよう。そういえば10期生と僕イケメンの動画見てくれたかな。見た。あ、でもあのたまたまその時なぜか音が出せない場面で音なしで見ました。あれでしょ、キャッチフレーズの時に僕イケメンみたいな見ました見ました。アイドルはトイレにお花摘みに行くだけ。そうなんですよ。おはよう。今日はカノンさん髪サラ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 。7時に会社のそばのカフェやマクドで配信見て、7時40分から移動50分から仕事。偉いです。お仕事頑張ってください。さんちゃんは金木犀は木ということを知ってますか？そうですね、知ってますね。ハロー、あれ？ハートありがとうございます。悪魔ですね、悪魔の甘さ。甘い。あの紫芋じゃない？紫芋っていうか紫色のスタバのあのあれ出てたよ。え？おはよう。公演キャッチフレーズの時 MC はいつ考えるの？お弁当食べながらとかです。あ、キャッチフレーズの時のね、そう MC。 今回は長細いここに入ってます。楽しみだ。何食べるかな。16大徳さんありがとうございます。ホワイトモカはほぼおにぎり3個分という衝撃。おほ、何がだ。お仕事行ってきます。今年の一の冷え冷えでお願いします。だって今年一の冷え冷え仕事。それもいらんな。今年一の冷え行ってこい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 。ハートありがとうございます。アリトンスルメみたいな僕イケメンスルメみたいな僕イケメン。いいじゃん、もうバッチシ合っちゃったね。さあ、お、あ、今回作らなくていいんじゃないこれね。あれ、あ、作るか。作りました作りました。あんまり作らなくてよかった。すーはーいやー書きました。すずちゃんが生まれるとき頭が疲れてます。じゃーん、かわいい。と明日はあやめろさんの生誕祭、他に
他に、ん？他に？の他に近いのゲームは2ついきます。めっちゃ楽しみだって。お、頑張ってね。しょ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 、いいですね。いろいろ楽しんできてください。下かのドリフだったかな。ハロハロウィン、ありがとうございます。今日も一日になりますように。カロリーか、わーお。もうその日はホワイトモカしか飲めないんじゃない。さあ今回出たのはパソコンをガチャガチャするスヌーピー。かわいい。なんて書いてあるんだろう。 It was a dark and stormy night stormy my me。 え、ピントが合わないな。なんでこんなにピントが合わないんだ、わかんないけど。最近ラジオ出てないの次はいつか、いつでしょう。かわいいスヌーピーが出てきました。カロリー乱れ髪、サメから気をつけて。はい、アラスカナミオさん、アラスカソースとか。新シリーズ開封の儀、もうすぐ完成しちゃった。ブラブラしない、タイピングかわいい。それは暗い嵐の夜だった。うわ、それは暗くて嵐の夜。うわ、そんな悲しいこと書いてたの。かわいいですね。ここ、こうしたらいい感じ。あいー、嫁に後でヤドちゃんに訳して。そうだね、でも嵐の夜っぽいですね。早い、その言葉スヌーピーがいつも打つんだよ。だって、え、そうなの。タイプライター、これほら細かいボタン一つ一つありますよ。そろそろスヌーちゃん、そうそうそう、じゃんけんはグーにします。落としてない、膝の上だから。足の上、あ、風もひどくて寒い。かのんちゃんのギャグ、ちょっとなんでもないだって。ジカはまだ壊れてないです。じゃあこちらも飾っていこうと思います。かわいいね、これデスクにあったらさ、もうさ、ハッピーハッピー、かわいくて癒されますね。スヌちゃんが来るのを待っています。早かった。前は結構作るのがあったけど、今日は一瞬で完成でした。完成でした。あとはそんな感じなのかな、みんなこっちのシリーズは。すごい、いろいろ楽しみ。じゃんじゃんじゃん、3005人ありがとうございます。なんか見たことはあります、これ雑貨屋さんとかで。なんかこういうちっちゃい、こういうの売ってないですか、あのシール機みたいな文字が。仕事に始めてます、デスクに置くからスヌーピーちょうだいだって。ダメ、それを先頭に並べると良さそうねえ。スヌーピー、スルちゃん、それはスヌーピーの本の有名な書き出しの文です。あ、そうなんですね、有名な書き出し。へえ、このゼロは、あ、おお、これゼロじゃなくてこれが O なのね。スヌーピーの O でした。何がこの1枚落ちてるんだろうと思ったら O でした、スヌーピー。
飾ってくる。ピアノが黒いから見えないだろうな。見えないかもだけど飾ってきました。名言がたくさんあるんだね。アニメとかにもね名言たくさん生まれてますよね。名言カノも名言をちょっと残そうかな。なんかいい名言ないですか。名言シャ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 。スヌーピーは作家のつもりなんだけどいつも欲しいするんです。だって欲しいになっちゃった。16大徳さんありがとうございます。ハロハロウィン。すずちゃんどんな感じですか。今日はじゃあ先に貯金をしましょう。今日は3105人の方が今見てくださっているので300円の貯金をしたいと思います。では貯金貯金ありがとうございます。フロンちゃんは名言迷っちゃった。初見さんスヌちゃんの元気パワーにびっくりしちゃいそう。お耳に注意で。スヌちゃんが遅刻しちゃうよ。お歌の準備しとこじゃ。うっよいしょ。そのタコは暇かちま、そのタコ、まあそんな感じですね。あの弾み先に遊びに、いってらっしゃい。もこのこのジャンバー着てくって。タコちゃんは弾み先に行った時にお土産屋さんみたいなところで連れて帰ってきました。金木星香る頃この道をそう歩くのが好きだ。どこからかふと風に吹かれ運ばれて季節に気づく。続くわけじゃない、ちょっとへこむ日だってやってくるよ。人は誰でもそんな強くない。たまに生きることさえ嫌になるんだ。自分を失って背中丸めながら4位さんです、ありがとうございます。そして3位さんです、あと
ットマークコハクアデイレイありがとうございます。そしてそして2さんです、アットマークオンヤクハムにありがとうございます。そしてそしてそして今日の第1位はお子さんはルルルルルルルさんです、おめでとうございます。あなたぜひヤクファミリーになっちゃってくださいね。バッキュー、はい、ありがとうございます。それでは少しでも気になってくださった方はぜひこのハートをピンクにしてフォローよろしくお願いします。あと3分もある、早く終わっちゃった。歌ってからやってもできたかもな。でもいい感じのエンディング感がありましたね。ありがとうございます。フォローしました、ありがとう。3分あるからなんか歌おうかな。押したらまたしろ、大変だ。SKE48 3分あります、あと2分、スクートタイムなんか歌っとこうかなって思います。あ、12月のカンガルーを歌います。途中で終わるかもだけど、五十カーノンさんに好きな歌を届け、ありがとうございます。運よく1位ですよ、ありがとうございます。1位、お、あとちょっと